なたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。私のチャンネルでは着付けの仕方や帯結びや色についてご紹介しております。よろしかったら他の動画もご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。今日は補装帯の結び方をいたします。浴衣や小紋にも結んでいただけます。少し大きめで大人の方におすすめの大人のリボン結び、簡単ですのでどうぞご参考にされてください。はい、それでは始めます。今日はですね、4.2メートルある少し長めの細帯を使っていきます。二巻きして手と垂れの長さを同じぐらいにしたいんですけれども、分かりやすいように帯の中心に今クリップを留めております。このクリップを自分の中心に留めて、後ろでですね、突き合わせてください。後ろで手と垂れを突き合わせて、そして左手の方を下ろして手先の方に巻き戻しをしてまいります。はい、前に来たのが手の長さになります。だいたいここで二巻きしたら同じぐらいの長さですけれども、多少違われても全然大丈夫ですよ。できましたら手先を軽く上の方に胸に預けて、はい、帯を巻いていきます。はい、ふっと少し軽く締めて、はい、もう二巻き目になっていますよ。帯を巻きましたら、少しここでぐっと前に引いて帯を締めてください。できましたら手先をちょっとだけ左の方まで持ってき、垂れの方を上に、右手の方に来てます帯の方を上にして、はい、これは全部引き抜かれてしっかり締められてください。ぐっと締めます。なるべく上は平らに整えております。はい、できましたらこれ最後に使いますので、少し肩の方に預けておきます。できましたら手先の方ですね、ここでリボンを作っていきます。リボンの幅はだいたい自分の胴の幅分ぐらいに決められてください。一旦自分の左側の方から、こう交互になるように、互い違いになるようにリボンを決めていきます。このように屏風畳っていうんですけど、ジグザグに上に重ねられてください。で、上に来る方が少し短くても大丈夫です。はい、今ですね、私この赤い方が表出てますけれども、あえてこの裏を出したいという方は、最初の時点で、帯をすぐこっちの方に向けられると簡単に色は変えることができます。このようにされても結構です。私は赤い方を出していきますね。はい、際をしっかり、際から開いて左右左右という風にされてください。このようにお羽のリボンの形を整えます。できましたらこの垂れの部分ですね、これを上の方に重ねて、はい、この垂れを帯の二巻きですね、この、帯と伊達締めの間に通していきます。ここですね、この部分はしっかり引きますけど、垂れの部分は少し、ここ長さを残されてください。どれぐらいかというと、これも、リボンの大きさによるんですけど、まあ、体型に合わせて、まあ、10センチから、15センチぐらいですね。これも少し短めがいいとか長めがいいとか決められて結構です。綺麗にこの部分はすっかり引きまして、上に重なる方を、下がる帯型に整えます。少しこう広がるハの字にされるとバランスが取れやすいと思います。帯がすごく長い方は、この帯と伊達締めに開いた垂れをもう一回くぐらせて帯の長さの調節をされてください。私はこれぐらいの長さのリボンの大きさにいたします。はい、できましたら帯を回
回してまいります。着物の合わせ目と一緒に、時計回りですね、はい、こちら側に回していきます。帯板を入れていきます。縦に通されてスライドされると綺麗に入ると思います。はい、これで完成です。いかがでしたでしょうか。お羽の長さを変えたり、タレの部分を変えたりとバリエーションも広がる帯結びだと思います。ぜひ結んでください。あなたも着物美人に。着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いいたしましょう。